今日はですね、本当に素晴らしい女性リーダーでいらっしゃいます。あなたの人生丸ごと開花コンサルタントの佐藤ひろこさんをお迎えしました。大きな拍手でお迎えください。おはようございます。よろしくお願いいたします。心豊かな人生、丸ごと開花していきましょうということで、人にもお金にも愛され続ける秘訣というのを今日大公開させていただきますので、よろしくお願いいたします。私はあなたの人生丸ごと開花デザイナーとして、心と体の在り方を伝えるメンタル企業コンサルタントをさせていただいてます。先生の講座を受けさせていただく前はリアルの仕事で34年間予防医療の世界で健康のお悩みのある方とか体調不良の方たちに生活スタイルの改善のアドバイスということをさせていただいて、今まで3000人以上の方たちに対応させてきていただきました。今年のこの半年で1200万をハッピーマノメテーとして受け取られたのは全部リアルじゃなくてオンラインセッションということなんですか？そうです。弥生先生の講座を受けさせていただいてからのオンラインです。私24歳で結婚しましてから夫の仕事で海外に出まして、最初の赴任地アフガニスタンに行きました。在外での仕事というのは国のその政府関係の方たちとかそこに勤務されている外交団の方たちと交流のためにパーティーをしたり招かれたりこちらから招待したり、そういうことと同時に私自身夫人としてその日本文化を紹介したいですし、皆さん知りたがってますので、お茶とかお花とか折り紙とかもう着物を着て年中そういうデモンストレーション、そういうのをさせていただいていました。他の国では発展途上国での本当に治安の悪さ、その中でニカラグアには夫がその車で空港に迎えに来てくれたんですね。そうしましたらその車の中には運転手と隣にボディーガード、ピストルを持ったボディーガードがいて、夫と私は後部座席で、その車は全部その防弾ガラスで張り巡らされてて、後ろからトラック1台が距離を離さずついてきて、そのトラックの上には現地人が10人ぐらいもうトラックの上に立ったまま銃を構えて、何かあったらすぐ発砲するっていう構えでいたのに本当にびっくりしました。もう銃の怖さですね。でも銃の恐怖よりも怖かったのがパプアニューギニアでの時代です。この国は500部族あるんですけれども、その中で700言語も言葉があるんですね。一つの言葉を話すのをワントークって言うんですけれども、その同じ言葉を話す人たちの結束がものすごく強くて、その仲間に何かあったらもう仕返しペイバックするって、そのペイバックがこの現地人の何人もの人からの強姦なんですよ。その赴任前に外務省から送られたそのそういう事件が載った本を読まされて、本当に恐怖のまま7歳と5歳の女の子を連れててしたので、本当にその子たちには心配させないように幸せな家庭を築いていきたいと思いながら心丈夫に本当に暮らしてました。その国を2年半で一度帰国することになったんですけれども、その時に私残られる方たちにね、本当にこんなに大変な国だからみんなで寄り添ってね、いたわり合って生きていかなければいけないって、日本人が50人ぐらいなんですよ。私にとっては3カ国目の外国になるんですけど、初めてそこに在勤された方、奥様方ちょっと精神状態が不安定になってきちゃうんですね。その中でその日本人の間でもう悪口とかいじめとかスケープゴートとかがあって、私こんなことしてちゃダメでしょっていう感じで、それが私の30代でした。ですからその時におかげさまで自分軸ができたと思ってます。パプアニューギニアから帰りましてからまた親孝行をしたいと思った時に、もう母に目の前で亡くなってしまったんですね。母はその思い起こすと、私がまだ学生の頃に、母49歳でした。おじが入院してて一緒に輸血が必要で病院に行ったんです。そうしましたら全く自覚症状がなかったところに血圧計の目盛りのないとこまで血圧が上がってて、そこから母の本当闘病生活が始まりました。心筋梗塞、脳梗塞、私が海外にいる時ですけれども、それで帰国して2度目の心筋梗塞で瞬く間に亡くなってしまって、
って20年間の闘病生活を終えました。どうしてあんな元気で明るかった母がって、その思いで私は本当に健康の勉強、猛勉強を始めたんですね。その母は助けることできませんでしたけれども、間に合いませんでしたけど、原因が分かれば大病にならなくて済むということで、他の方たちにも伝えていきたいってことで、これを天命と私はそこからスタートしました。クライアントさんたちは心と体の健康を得られて社会に出ていかれるんですけれども、私たち関わってるものが経済の健康、生産関係で作っていきたい、これが本来必要なんだと思ってるのに、これがどうしても構築できなくて、お金がない、お金がないっていう方たちの思いをどうしたらっていう、もう日々葛藤でした。その思いが宇宙に届いたんだと思います。友人が小熊弥生先生の朝ライブを聞いてって言って、それを見た時に、ここに答えがある、本当にこれだよって、これでみんな幸せになれるって、綺麗な正三角形が作っていかれるっていう、もうそういう確信でした。それですぐにエンライター講座、オクラクライフ講座、インフルエンサー講座、そして来月からはビジネス講座、マスターマインド講座にも入らせていただいてます。これがみんなできれば経済的豊かさが得られるなって思ったのは何でしょう？それはもう朝ライブで毎日毎日先生が言われてらっしゃる基本的な、当たり前ゼロ感謝とか360度許しとか、それを基本にやってけばパイプスルーして、これがもう本当に基本です。講座の中で先生にそのリアル の, あの仕事でのお話をさせていただく機会があった時に、先生からたった一言、宇宙とつながってなかっただけよって、私これで本当本当に人力でやってきたっていうのが分かりました。もうこれで納得で、オクラクライフ講座の1ヶ月目から先生から教えていただくことを全部して、その初月から7桁本当におかげさまで達成させていただきました。これは健康セッションとして私オンラインで出したんですけれども、いろいろ教えていただいて、3ヶ月目には自分の元々のプログラムに心のあり方とか大事ですし、起業の仕方も全部含めて拡大して自分のプログラムを、その時からもう7桁もう100万がどんどん上昇して300万とかいく、そういう風に先生の教えが土台になってます。本当にありがとうございます。人にもお金にも愛される秘訣っていうのはシンプルで、ただただ弥生先生の推しをやれだけ、私にはそれしかできなかったですし、それをやってきただけです。そして私が先生から教えてきていただいた基本的な当たり前ゼロ感謝っていうのは、本当に私の中におかげさまの思い、影の力があって、助けがなければ今の私はない、全ての人たちに本当に感謝ですっていう、本当にそういう思いにあふれています。これが私のゼロ感謝です。自分許しというのは、私多分あまり自分を責めることがなくて、私が精一杯やった、完璧とか完全ってないんじゃないかって思ってるんですよね。もし完璧とか完全があるとして、それが10としたら、私が全力でやったことが2とか3であっても、私はそれで大満足、本当によくやったよっていう思いです。自分を褒めるというのは、私は三日月でパーフェクトだと思ってるんですね。この足りない部分は皆さんに助けていただいて、私それで皆さんのおかげさまで満月になれるんだっていう喜び、もうそれがいっぱいです。本当、思い方っていうのは、私は本当単純に性格っていうのか癖っていうのか、開き慣れた本のページっていうのがもうバサッと落とした時に、そこがどうしても開かれちゃうんですよね。でも誰でも本当に明るいところ、素敵なところ、全部ページ持ってらっしゃる、そこを開く癖をつければいいだけ。そこを開いて、何があってもそこを開く、バサッと落としても開ける、そういう風に私は割と単純な簡単な考え方です。即行動しないと、ちょっと余裕があったら私迷いが生じちゃうと思いますし、いつも頭の中ゼロにしておきたいんですね。あの今暑い夏ですけど、秋晴れのように爽やかに、そしたらそこにひらめいたことがまた即できる。ですからもう即行動してしまって終わらせたい、宿題を残したくないっていう、ただそれだけなんですけれども、自分の人生のシナリオって自分で書くようにって皆さんにも言ってるんですけれども、最終章を最初に書いて
いてしまうようにって、日々いろいろなことがある中で脇道にそれても、ああここに私は行くんだってことで戻ってこれる。私はもうこの地球上を去る時のそれのビジュアライゼーションもしてます。波動管理って本当に大事で、これ本当に健康の仕事してきた関係で、休養と栄養で自分の体も守りながら、このタイムラグがある時、教えていただいたことがやっても結果が出るのって間があるんですよね。その時に下がりやすいんですよ。でもここで下げてしまったら来るものも来なくなっちゃうんですよね。ここの管理が一番大事だと思ってます。皆さん本当に弥生先生、貴重な時間をありがとうございました。ありがとうございました。本当に今日はご視聴いただき本当にありがとうございました。 Have an amazing day. See you tomorrow at 6 o'clock. また明日の6時にお会いしましょう。バイバイ。